湘南茅ヶ崎の方からやってまいりました湘南亭たんぽぽでございますんで、今日は小梅の一席お付き合いをお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。どうしたい、はっちゃんじゃねえか。ずいぶん久しぶりだな。久しぶりでございますな、ご隠居さん。とにかく世の中コロナコロナでもってね、なかなか外に出れなくて、やっとこっちにやってまいりました。おお、そうかい。ちゃんとマスクはやってきたか。マスクはちゃんとしましてね、手の消毒ももう、シュッシュなんてやってね、やってきましたんで大丈夫でございます。そうかい。うん、そうだな、どっかの国のどっかの大統領もな、マスクが嫌いなもんだからコロナに感染してしまって、大変なことになってるじゃねえか。お前さんもそのニュースで知ってるだな。そうですな、私はね、大丈夫でございますよ。そのね、マスクって言えばね、アベノマスク、アベノマスク、ご隠居を通しましたか。あれはな、お上からいただいた大変貴重なものだ。だからな、神棚に飾ってやる。神棚に飾ってんですか。そんなことしないで使わなくちゃダメじゃないですか。いやな、巷のな噂だとな、なかなかな、ああいうものはな、不便でいけねえっちゅうんだよ。そうですか。そんなことはございませんよ。あれほどね、機能性のいいね、あんないいマスクはないですよ。そうかい、そうですよ。ご隠居もやってみてくださいよ。あのマスクってのはね、鼻を隠すと口が出る、口を隠すと鼻が出るというね、大変ユニークないいマスクなんですよ。そんなことはねえだろう。でなんだなんだ、もうへったくれもございませんで、マスクをするよりもね、もっとね、いい感染対策があるそうですよ。そうかい、そうですよ。じゃあどんな方法で。そらね、マスクをするよりもね、帽子をかぶった方がいいそうですよ。どうして、感染防止っていうぐらいですからね。それはどうでもいいけれども、今日は何しに来たんだ。とにかくね、こちらの方に来るってね、ちょっと小耳に挟んだんですけどもね、ご隠居のとこに行くとただの酒があるっていうじゃありませんか。ただの酒飲ましてくださいよ。ただの酒。ただの酒、そんなものはうちにはない。うちにあるのは灘の酒だ。灘でもただでもいいや。いいから飲ましてくださいよ。お前な、たとえ一本といえどもね、ただで飲もうってんだ。世辞の一つも言ったらどうだ。世辞、世辞って何ですか。世辞を知らないのかい。いいかい、世辞というのはな、例えばご隠居さんのお家は大層古うございますけれども、お掃除が行き届いていてとてもきれいにしておりますなとか、ご隠居さんはお年でございますけれども、いつもお元気で何よりでございますなと、そういうのを世辞ってんだよ。あ、そういうのを世辞ってんですか。あ、要するに心にもねえことを言えんですね。それがいけないってんだよ。ちょうどいい機会だ。お前さんにな、世辞というのを教えてあげよう。うまく言えたらな、ただで一杯飲ましてもらえるかもしれねえぞ。そらありがてえな。ぜひ教えてくださいよ。いいかい、往来を歩いていて知っている人に出会ったら、自分の方から懐に飛び込むんだ。懐に飛び込んじゃうんですか。懐に飛び込んで小銭かなんか頂戴しよう。そうじゃないよ。懐に飛び込んでな、自分の方からな、ご機嫌いかがでございますかと挨拶をするんだ。しばらくお目にかかっておりませんでしたが、どちらかにおいででございましたか。もしな、南の方、茅ヶ崎の海岸の方にでも行っていたと言ったら、道理でお顔の色が日に焼けて真っ黒でございますなと言うんだ。顔が黒いってえと喜ぶんですか。外回りの商いってものはな、顔が黒いということはそれだけよく外で仕事をしているということだな。そういう時にはな、それでもって褒めるってんだ。んいいかい、分かったかい。分かりましたよ。そんで、どうするんですか。それでな、セリフを忘れた。それでな、
それだけな、外で仕事をしていればな、お店の方も繁盛な、そうすれば旦那の目にも留まって、お店の方も繁盛して、旦那に褒められて出世すること間違いなしだな、まことにめでてえことだ、まことに結構でございますと言って褒めるんだよ。おお、そうですか、そういうふうに、やればいいんですね。そういうふうにやれば一杯飲ましてもらえますか。一杯飲ましてあげようかという、そういう気持ちになるだろう。じゃあそれで飲ましてくんなかったらご隠居立て替えますか。立て替えはしないよ。それでダメだったらな、奥の手を出すんだ。奥の手を出すんですか、懐の方からドロッとニュッと。なんだよ、そうじゃない、その人のな年を聞くんだ。失礼でございますが、あなたのお年はおいくつでございますか。例えばな、四十五と言ったら少し若く言えばいいんだ。え、とても四十五には見えませんな、どう見ても役でございますなと言うんだ。え、役、役ってのを知らないのか。役知ってますよ、単野王でしょ、ね、スイッペイコーでしょ、ね、スーワンコにね、大三元、ね、誰が麻雀の役を聞こってんだよ。そうじゃないよ、私の役って、ああ分かってます、役でしょ、ね、あの田代正史が何度もとっ捕まったやつでしょ、ね、田代正史がとっ捕まって刑務所入って、今日は仮出所だな、そしたらね、友達かなんかが迎えに来て、あ、今日は仮出所だ、めでてえから一杯飲み行こう、でもその前に腹ごしらえしようじゃないかと言って連れて行ったところがしゃぶしゃぶだったというお前なあ、私の言っているの、役というのはな、役年のことだよな。男の役年は四十二だな、すなわち四十五と言ったら四十五にはとても見えません、どう見ても役でございます、つまり四十二ぐらいに見えますなと言うんだ。そうでございますか、それはね、分かりますけれどもね、四十五だったらそれでいいですよ、五十だったらどうするんですか。五十の場合でも少し若く言えばいいんだ、せいぜい四十五六に見えますなと。あ、そうですか、じゃあ六十だったら五十五六に見えますな、七十だったら六十五六に見えますな、お、八十だったら七十五六、九十だったら八十五六、百だったら、うるさいよ、え、うるさいってんだよ。あ、100だったらおめえさんはうるさいよと。そうじゃないだろう、100の人を見かけてな、うるさいよなんて言っちゃいけねえな、往来にはな、そんなに100の人が歩いてないから心配ないんだ。もしかしたらそういう人に見つかって、見たらな、お元気で何よりでございますなと言えばいいんだ。お、そうでございますか、はい、分かりました。それでね、子供の場合はどうするんですか。子供の場合は、そうだ、子供の場合はこういうふうに言えばいいんでしょね。お坊ちゃん、お顔の色が黒いですけれども、どっか南の方、茅ヶ崎の方かなんか商いに行ってたんですかと言えばいいんでしょ。お前さんな、子供が商いをするかってんだよ。子供の場合には子供の褒め方ってものがあるんだ。いいかい、そばにな親御さんがいたとしたらばな、このお子さんは、親、このお子さんはな、親御さんが、親御さんが、親御さん、うん、え、あ、持ち上げるんだよ。子供を褒めておいて親を持ち上げるんだよ。親を持ち上げるんですか。そりゃ勘弁してくださいよ、あっしゃね、ぎっくり腰何度もやったんですからね、それはできませんよ。そうじゃないよ、子供を褒めておいて親をいい気持ちにさせるんだ、性感マッサージかなんかで。そうじゃないよ、このお子さんはお宅のお坊ちゃんでございますか、ね、とても賢そうなお顔をしてます。昔からこういう言い伝えがございますね、先端は双葉より芳し、じゃは寸にしてその身を表すと申します。そういうお子さんにあやかりたい、あやかりたいとな。おお、よこりたい、あやかりたいんですか。そのおうちにな、おじいさんかなんかいたとして、ね、そのおじいさんがあいにく亡くなったとしするだろう。そしたらな、このお子さんは亡くなられたおじいさんに似て、とてもご長命の相がございますなと言って褒めるんだよ。
あ、そうですか、そういうふうに言えばいいんですね、分かりましたよ、私もね、じゃあどっかでやってきますんで、うん、じゃあサインなら、おいちょいちょ待ちなよ、今来たばっかしじゃねえか、うん、そうだ一歩つけようじゃねえか、ゆっくりしていきな、いえいえいえ、すぐにやらないってえとね忘れちまうんで、じゃあサインなら、お驚いたね、ご隠居ってえのはいろんなこと知ってるね、人を褒めてね一杯飲もうってんだからね、ありがたいね本当にね、どっかでやらなくちゃいけねえな、どこでやろうかな、そうだ他県とこでなガキが生まれたっつってたな、長屋の付き合いだからってよ、長屋の付き合いだからって言ってな、50銭も踏んでくられちまったんだよ、他県とこに行ってな子供を褒めて一杯飲ましてもらって、元を取らなくちゃいけねえな、他県のうち他県のうちと、ああここだここだ、おーい竹、いるけ、開けるよ。おお、兄貴じゃねえか。先立ってはすまなかったな。気もらっちゃってよ。いいってことよ。それより、おめえ、ガキができて弱ってるんだって。弱ってなんかいねえよ。弱ってるんだ。あ、弱ってんのか。俺はな、50銭取られて弱ってんだ。なんだよ、おい。それからな、よく忘れねえ。子供をな、子供をな、今日はな子供を褒めに来たんだよ、ちょいとな上がらせてもらうよ、いいかい、およ、おこりゃ大きいな、おい、ずいぶん大きな子だな、おい、これおめえが産んだのか、俺が産んだんじゃねえよ、カカが産んだんだよ、あそうかい、うん、それにしてもでっけえな、でもちょいとおかしくねえか、眼鏡かけてよ、ひげ生やしてるぞ、おお、そりゃじいさんが昼寝してるんだよ、おじいさんかよ、おい、あびっくりした、子供はどこだい、その奥の方だ、あそうかい、それを早く言えよ、おいと、よっかちょっと、うん、おこれかい、ずいぶんちっちゃいんだな、おい、お、おい、これ育つかな、育つよ、変なこと言うなよ、赤い顔して、おめえ一杯飲ましたのか、そんなことしねえよ、赤いから赤ん坊ってんだよ、あ赤いから赤ん坊か、白かったら白ん坊だ、黄色かったら横断だ、手を挙げて横断歩道を渡りましょう、なんだよ、お前さん大丈夫かよ、大丈夫だよ、これから褒めよってんだよ、うまく褒めたらどうだい、一本つけてくれるかい、ほら兄貴がな褒めてくれるんだったら一本とやず二本でも三本でもつけようじゃねえか、あそうかい、嬉しいね、このお子さんはお人形さんみてえだな、お嬉しいこと言ってくれるじゃねえか、来るやつ来るやつよ、くしゃくしゃっとしてよ、みんな猿みてえだったんだよ、 お人形さんなんて言ってくれたのはな兄貴が初めてだよ、そんなに可愛いかい、ははは可愛いよ、こうやってお腹を押すとキュッキュッって泣くぞ、おいおいおい、そんなことしちゃダメだよ、死んじまうじゃねえかよ、大丈夫だよ、昔からよく言うじゃねえかよ、じゃあ、洗濯物は二晩で乾くだろう、そら二晩もありゃ乾くだろうよ、お前さんの言いてえのはあれだろ、洗濯は二晩よりかんばしってんだよ、そうとも言うわ、うん、ジャワカレーは美味しいよ、なんだよ、ジャワ寸にしてその身を表すってんだよ、そうかい、このお子さんはあれだ、うん、かやつりてえ首つりてえ、なんだよ、おい、それを言うならかんばし、かんばしってんだよ、ああそうとも言うわ、それとな、うん、このお子さんは亡くなったじいさんに似て、おいおいおい、じいさんはそこで昼寝してるんだよ、じゃあ先だって亡くなられたばあさんに似て、ばあさんは今買い物に行ってんだよ、二人とも生きてんの、ややっこしいうちだね、おい、どっちか締め殺せ、なんですよ、いいから一杯飲ませろ、ダメですよ、そんなこと言われて飲ますわけにはいきませんよ、そうかい、じゃあしょうがねえな、奥の手を使おうかな、このお子さんはおいくつですか、おい、なんだよ、おい、この間生まれたばっかしだよ、おい、今日で7日目だ、ああ初七日か、初七日ってやつがあるか、お七夜だよ、お七夜、お七夜ってえとおいくつで、おいおい、
数えで言うとな、一つだ。一つ？一つにしてはお若いですな。おいおい、一つで若かったら一体いくつに見えるんだ。はあ、どう見てもただだ。